お疲れ様。なかなかいい。すっごく悩むけど、やっぱり瞬間移動かな。だって家から一瞬で学校に着いちゃうなら、朝ギリギリまで寝てても大丈夫なんだもん。その時はあなたも一緒に連れて行ってあげるね。え？ちゃんと起きるから必要ないって？そんな、ほのかと一緒に朝寝坊しようよ。生徒会長。